トニー・ウィリアムス、あの衝撃的なマイルス・デイビスのグループでのデビューからたくさんのグループで活躍し、あのグレイジャズトリオ、あるいは自分のグループのライフタイムで、つい最近もまたアルバムを出して、これからの活躍が期待されていたそのトニー・ウィリアムスへの唐島文雄さんの鎮魂歌とも言うべき曲だろうと思います。メンバーご紹介しましょう。ベース荒牧茂雄、ドラムス本田珠也、アルトサックス多田誠二、リーダーピアノ唐島文雄。今度の曲はジョン・レノンのノルウェーの森。
ノルウェーの森でした。唐島文夫さんといえば、あのエルヴィン・ジョーンズのグループに参加したのは1976年でした。そして初リードアルバムもその76年、それからすでに現在まで18枚になりましょうか、昨年の暮れにオープン・ザ・ゲートというアルバムを出して、その唐島さんにとってはこれからインタビューをするキーワードは、高校の頃はジャズのドラマーを目指しドラミングをやっていたということ、それからもう一つは、そうした中でエルヴィン・ジョーンズのグループと一緒になってあの偉大なドラマーと演奏したこと、このあたりが一つのインタビューのキーワードになるんじゃないかと思うんですが、となると唐島さん、先ほどのオリジナルのトニー・ウィリアムス、はい、どういうところからお作りになったんですか？だからあの高校1年生から、うん、あのジャズに興味を持ちまして、もう最初や楽器やりたかったのはドラムで、大学3年まで6年間ドラムをやってたんですよ。大学もそうだった？そうです、3年までね。それで、まあ、その頃のやっぱアイドルですよね、僕よりか2つしか年が上じゃないんですけど、もうすでにあのマイルスのバンドいたし、はい、いろんなバンドで、それでやっと1994年に僕はサンフランシスコ行って、彼とレコーディング、まあ、ピアニストとしてね、レコーディングができて、来年、ちょうど僕はもう50歳で、アルバムも実は20枚目になるんです、今度、はい、今度ので、はい、それでやっぱり1994年の時は少しやっぱ僕もアイドルの前に出て上がりまして。そうですか。そうですよちょっと言い足りなかったっていうかね、もうちょっとトニーと会話をしたかったもんだから、だからもう一枚ぜひやってもらおうかなと思ってた矢先なんで、ちょっと話聞いた時はもう風景から色が抜けたような感じでね、ちょっと
ピーロー、田良島文雄トリオの演奏でした。またアルトサックスの多田誠二さんが加わってカルテットになります。曲はこれもスタンダードナンバーで I thought about you。
I thought about you でした。お送りしてまいりました今日のセッション97、ピアノの唐島文夫カルテットメンバーです。ベース荒牧茂雄、ドラムス本田珠也、アルトサックス多田誠二、リーダーピアノ唐島文夫。ファイナルナンバーのオープンザゲートという曲は、実はこの2年前暮れの11月にこのスタジオで演奏してくださった唐島さんのスペシャルカルテットの時もファイナルナンバーでした。そしてその翌年、去年、このアルバムのタイトルチューンがこの曲でした。唐島さんの思いの強さ、深さが分かるような気がするんですけれども、ジャズというのはまたその時々で演奏が全く違ってくるのも常です。唐島文夫さんのオリジナルナンバー、ファイナル、今日はオープンザゲート。